ご紹介にありました通り、私は1回目から関わりがございます。1回目というのは昭和61年でした。35回目ということですから、まさに歴史を刻んできたなと思います。本当に歴代いろんな人たちが関わって、そして盛り上がってきたと思いますけれども、そういう皆さんの意思を引き継いで、我々も引き継いでいかなければいけないと改めて誓いたいと思いました。4年ぶりの開催となりましたけれども、海老川親水市民祭り、今日はですね、朝から本当に多くの皆さん、特に子どもたち、ご家族で一緒にこの場所に来ていただいておりますけれども、私としても本当に嬉しく思いますし、こうして市民の皆さんが集う場所が本当に開催されるとことを心強く思っています。市としてもこうしたさまざまな市民の皆さんがの手で行われている活動をしっかりと連携をしながら、子どもたちの未来、そしてまた今これまで社会のために尽くしていただいた高齢者の皆さんも憩える場所として、この海老川をしっかりとまた環境浄化を図りながら、もう環境をしっかりと守っていきたいというふうに思っております。海老川親水市民祭りは今回で35回目を迎えられました。長年にわたる環境を考える市民の会並びに実行委員会の皆様のご尽力に敬意を表します。地道に整備活動されてきた皆様方の献身的な働きのおかげだと考えております。本日ご来場の皆様におかれましては、このお祭りに参加されたことを契機に、環境問題や新たな街づくりに向けた施策等に少しでも関心をお寄せいただき、今後とも市民の皆様に愛される海老川の環境の維持発展にお力添えいただければと思います。